さあ北関東男子 400m 競走決勝が行われます。大会記録は47秒06、インターハイ出場枠は6名です。さあこれに向かいまして出場する8名ご紹介いたします。第2レーンに131番小林くん、下妻第2茨城のチャンピオン。第3レーン604番澤田くん、浦和埼玉。第4レーン601番伊藤くん、武南埼玉。埼玉のチャンピオン予選トップ通過です。第5レーンに602番佐藤くん、豊岡埼玉。第6レーン606番野口くん、西武分離埼玉。第7レーンに603番堀井くん、浦和北埼玉。関東新人は第6位。第8レーンに454番北爪くん、桐生群馬。関東新人第5位。第9レーンに445番中山くん、農大第2群馬。群馬のチャンピオン。以上8名によりまして北関東男子 400m 競走決勝です。舐めてできなんかね。